イムジン河、ハンは朝鮮民主主義人民共和国の楽曲。朝鮮民主主義人民共和国では、リムジンガンと発音するが、日本では韓国語の発音に由来するイムジンガワの表記を用いることが一般的である。作詞は、牧精英、作曲は、高想館。1957年8月、北朝鮮の朝鮮を音楽家同盟機関し、 朝鮮音楽8月号付録の楽譜集、8月の歌にて発表された。1958年9月の朝鮮民主主義人民共和国総研10周年記念放送夜会にてソプラノ歌手の柳銀桂により初演された。なお1979年に音楽プロデューサーの力中が作曲者の構想館とコンタクトを取り初演の音源を探すよう依頼したが、 発見できなかった。その後は長らく北朝鮮ではステージで披露されることもなかった。1978年に金光祭が還元落葉に編曲したものが東京で開催された朝鮮還元学習で初演され、1987年には京都市交響楽団の包丁公演で披露された。1981年には力中の 初演の演奏を再現したいという要望に応えこう、総監の協力で、朝鮮放送還元楽団の歌手李孫悲がこの曲を吹き込んだ。1996年には、韓国、ソウルの芸術の伝道で開催したリサイタルで、たつき戦が歌唱。北朝鮮の歌を韓国で歌うということで、長い審議の末に許可が出たという。現在では韓国でも普通に歌われており、 中でもフォーク歌手、ヨーヒメディンが原曲にほぼ近いし、曲で歌ったものが有名である。2001年4月11日に、キムヨンジャが包丁公演で、金正日の前で、南北朝鮮の曲や日本統治時代の朝鮮の流行歌など31曲を歌った中の一曲であり、不残行へ帰れ、離別と共に朝鮮語と日本語訳詞を交えて歌われた。 北朝鮮の人民俳優で、ソプラノ歌手の長期読みが CD に収録している。平安放送管弦楽団合唱団による合唱バージョンや北朝鮮の作曲家、リヒデリュウによるピアノ独奏編曲、リム人工をテーマにしたピアノ幻想曲、インギソウ四重奏団によるピアノ四重奏曲、リム人工なども存在する。日本への紹介は1960年に、 朝鮮総連参加の出版社、朝鮮青年社発行のポケット歌集、新しい歌集第3週にこの曲が収録されたことに、始まる。1968年11月には、芥川康史監修の歌集、働く者の歌集に、1969年には、日本青年歌集に収録され、1970年代には、朝鮮学校の音楽教科書に掲載された。 日本語の歌詞がついたものとしては、次のものがよく知られている。1957年に発表されたオリジナルの楽譜に掲載された歌詞は2番までであるが、実は3番の歌詞が存在するという説がある。力中は、生前の構想間から3番の歌詞があるらしいと、聞かされていたという。2002年、李が再訪朝し、北朝鮮の当局者に3番の歌詞を探すよう、依頼したが、 見つからなかったという返答とともに、代わりの歌詞を渡されたという。日本語詞のついたイムジン川のうち、最もよく知られているのが1968年、前後にザ・フォーク・クルセダーズが歌ったものである。林信公で分断された朝鮮半島についての曲であり、主人公は林信公を渡って、南に飛んでいく鳥を見ながら、なぜ南の故郷へ帰れないのか。 誰が祖国を分断したのかを鳥に問いかけ、故郷への思いを募らせる内容である。もともとは、後にフォーククルセダーズやサディスティック、ミカバンドの作詞を担当することになる松山武志が、京都での中学時代に松山の中学との喧嘩に明け暮れていた、京都朝鮮中高級学校の学生たちに、サッカーの試合を申し込もうと、朝鮮学校を訪れたとき、 この曲を耳にしたことがきっかけだった。松山はトランペットの練習を球場大橋でよく行っており、同じ場所にサックスの練習に来ていた朝鮮学校の分、光玉と親しくなり、メロディと歌詞を教わり、松山は彼から歌の一番の歌詞と日本語訳が書かれたものと朝日辞典を渡された。後年、松山は、 フォーククルセガーズのメンバーと知り合いになり、加藤和彦に口頭でメロディを伝えた。それを加藤が採布したものがこの曲であり、原曲の臨信行とは全く成り立ちが異なる。教わった一番だけでは歌うのに短すぎるため、松山は二番と三番の歌詞を付け加えた。それまでコミカルな曲を持ち味としてきたフォーククルセガーズだが、初演では聴衆から大きな拍手が湧いたという。 1966年のことだった。デビュー曲で大ヒットとなった帰ってきた酔っ払いに続く第2弾として1968年2月21日に東芝音楽工業から発売される予定だったのがこのアマチュア時代から歌い継いできたイムジン川だった。東芝の高島博之ディレクターによれば帰ってきた酔っ払いでデビューするようフォークルを説得していた頃にはすでに 第2弾は、イムジン側でいける。酔っ払いがこけても、イムジン側があると考えていたという。つまり、酔っ払いは、イムジン側の前座だったということになる。少なくとも、当初の東芝関係者の間には、そういう計算があった。ところが、発売前に数回ラジオにかけた後、帰ってきた酔っ払い200万枚発売記念パーティーの、 翌日であり発売予定日の前日の1968年2月20日、突如、レコード会社は政治的配慮から発売中止を決定。結果的に放送自粛的な雰囲気が広がる。こうした風潮の中、京都放送のディレクター河村てるは自粛後もラジオでかけ続けた。なお、ザ・ホーク・クルセダーズのイムジン側の B 面曲として発売される予定であった。 ヘビに食われて死んでゆく男の悲しい悲しい物語は1970年に大蛇の歌としてシングル発売された。1967年に発表した自主制作版ハレンチにはこのシングル版とは別バージョンのイムジン側が収録されている。原曲と1968年のザ・ホーク・クルセダーズ版ではメロディリズムが3箇所違う。その後もキム・ヨンジャや ザ・フォー・シュリークは原曲のメロディで歌い、宮古晴ハや再結成後のザ・フォーク・クルセダーズは1968年のザ・フォーク・クルセダーズ版のメロディで歌っている。1968年のザ・フォーク・クルセダーズ版の編曲者は小杉純造であるが、小杉が当時クラウンレコード専属の編曲家であったため、有田、アキラのペンネームを使っている。 この曲はもともと北朝鮮の曲で、松山やメンバーらの考えていたような、作詞、作曲者不明の朝鮮民謡ではなく、牧生への作詞、高想館の作曲による楽曲であった。オリジナルの曲は、主人公は、隣信公を渡って、南に飛んでいく鳥を見ながら、1番では、隣信公の流れに対し、なぜ南の故郷へ帰れないのかを嘆き、2番では、隣信公の流れに対し、 荒れ果てた南の地へ花の咲く北の様子を伝えてほしいと北が優れていることを誇示する内容である。松山が制作した2番の歌詞は南北の分断に対する疑問を訴える歌詞に変わっており全く異なるものとなっている。さらに松山の歌詞にはオリジナルにはない3番がある。発売中止になったのはレコード倫理審査会の国際親善事項に触れたとされることや 通説としては、朝鮮総連が内容が南側に偏っていると抗議したとされるが、1968年2月19日、東芝音楽工業に対し朝鮮総連は、これが朝鮮民主主義人民共和国の歌であることと、作詞作曲者名を明記することを求めた。レコード会社は国交のない北朝鮮の正式名を出すことを躊躇し、結果として発売自粛となったようである。 当時の新聞記事には、朝鮮総連が謝罪広告を出すことと原始に忠実に訳すことを求めたという内容が散見されるが、朝鮮総連側や高島博之ディレクターの記憶には該当する証言はない。また、東芝音楽工業の親会社の東芝が、韓国内での家電製品のシェア拡大に悪影響を及ぼすことを恐れたため圧力をかけたという説、国内での 反政府運動を助長すると、韓国政府からの抗議があった、説、内閣情報調査室から上下黒の背広の人間が、捜索に来たと証言する、東芝関係者もいるが、森達也は内調関与説はいくら国際問題が関係していても、そんなことはありえないし上下黒の背広の出立ちだったと、する証言も、漫画チックであると否定している。 2002年の再発の際にも、原版を制作した、フジパシフィックミュージック社長の浅妻一郎が、原版権を譲渡していた、東芝 EMI に発売を持ちかけたが了承せず、結局フジパシフィック音楽出版が原版権を取り戻し、アゲントコンシピオから発売にこぎつけたという。1992年にソリッドレコードから発売された、コンピレーションアルバム、 ベストオブソリッドボリューム1にイムジン河が収録。1995年に同じくソリッドレコードから1967年に発表した自主制作版ハレンチに発売中止となったイムジン河を追加したアルバムハレンチプラス1が発売された。ただしインディーズとしての発売だったこともあってか工術のシングル発売ほどは話題にはならなかった。 2001年には、日本語詞、松山武志、編曲、加藤和彦として、日本音楽著作権協会に登録されたに、加盟していなかったため、原曲の作詞者、牧性へと作曲者、構想館の著作権は、PD とされた。これは2018年時点でも同様である。2002年3月21日、アゲントコンシピオより34年の歳月を経て、 シングル版が初めてシングル CD として発売された。この日は加藤和彦の55回目の誕生日だった。2002年4月15日付のオリコンシングルチャートで最高14位を記録した。2002年版のシングルは累計10万枚以上を売り上げた。日本国内における1970年前後の過敏な状態も1990年代2000年代前半、ゴには 表面的には収まっており、ザ・フォーク・クルセダーズを扱った番組や、ラジオ局の開局記念番組などで、音楽史の一部として放送されている。かつてい注意歌謡曲指定制度が存在したが、森達也が取材した1990年代にイムジンワを番組内で使用した NHK のディレクターは、それが気になって調査するも放送禁止に指定された。 事実はなかったと判断して使用したが、音楽評論家は放送禁止家として有名であり、指定されていなかったことはあり得ないと否定して、日本民間放送連盟の制度だが NHK が入っていないのは、補聴が取れないため適用されるはずと話し、制度が最後に改定された1983年では、指定されおらず、それ以前の指定状況は、民放連側の記録がなく不明。 ただし、2000年代以降でも放送の自粛が完全に終わったとは言えない状況である。例えば、イムジン側が劇中曲として使われた2005年公開の映画、パッチギのプロモーションで各放送局を回った担当者は、どのつぼねでもイムジン側と聞いただけで難色を示されたという。また、この歌が昼間にラジオあるいはテレビから流れることは滅多にない。 2012年8月2日21時10分 NHKFM の全国ネットミュージックラインにて森山愛子のイムジン川が放送され松山武史の日本語誌が一般音楽番組で一楽曲として扱われた2017年現在ジャスラックデータベース上では渡辺音楽出版株式会社が出版社として登録されている内国作品出典 P.O. 作品コード00813257ザ・フォーク・クルセダーズによる1968年スタジオ録音音源のイスラックは JPK6 億685万6なお発売自粛となったこの曲の代わりにザ・フォーク・クルセダーズの2枚目のシングルとして発売された曲が悲しくてやりきれないであり2002年に発売されたシングル CD イムジン側のカップリングにも収録されている。同曲はイムジン側のコードを反対からつなげて作ったという話も残っているが音楽理論上から見ると機械的なコード操作では無理なので逆回転から発想を得てイメージを膨らませた結果と言える。1998年10月26日放送の NHK スタジオパークからこんにちはにて加藤は 某出版社の会長室に3時間限定で缶詰にされた。最初はいろいろとウイスキーだとかを物色していたが、残りわずかという時間になって、そろそろ作らにゃ、という気持ちで譜面に向かった。イムジン川のメロディーを逆に辿っているうちに、新たなメロディーがひらめいた、実質的には15分ほどでできたと証言している。1968年版、イムジン川蛇に食われて死んでゆく。 男の悲しい悲しい物語2002年版料。曲とも当時の音源のままリマスタリングされている。リムジンガは悲しくてやりきれない1968年11月25日には、原曲に忠実なメロディリズムと、朝鮮総連が指定したリキン玉による役師の他のメンバーとの合議によるデザ・ホーシュリークがリムジンコウというタイトルでレコードを発売。当時、 手売りだけで10万枚以上、または20から30万枚を売り上げた。なお、これは日本民間放送連盟の要注意歌謡曲指定を受けただったが、1978年9月5日、時点では B-like 指定に変更されている。シングルの発売元は企画、大阪ローン、制作、ユニゾン音楽出版社、レーベル、ヤングポップス。 7インチシングル版企画品版は A 面が OIP-1001B 面が OIP-1002B 面曲は朝鮮民謡フンタリオン五等の違いは朝鮮語の南北関西が関係する現在の韓国においては単語の冒頭の R 音は無音化するか N 音として発音される一方北朝鮮においてはハングルの綴り通りに R 音で発音される 要するに、イムジンとリムジンとは、南と北との方言の際であって、同じ河川の故障である。リムジン,港フンタリオン千九1 9 6 9年4月には、川西安が選挙区制一名義で、西村義雄による訳詞で、シングル、未練、イムジン川として発売した。発売元は、 インディーズレーベルのちくま音楽出版。企画品版は TPR-1000 に。約1000枚のレコードを自主制作し、自分でレコード店に並べた。ちくま製一般は、日本民間放送連盟の1969年8月21日の調査によって、加藤和彦版と共に、メロディー自体が韓国人にとって屈辱的なものであり、国民感情を考慮して、 放送禁止とされた。ただし、お注意歌謡曲には指定されなかった。1983年6月に A 面、B 面を逆にして再発売された。発売元は、川西の自費制作によるインディーズレーベルのアンレコード、川西音楽出版。企画、制作、出版、著作権、カラス山ハウジング。企画品番は、アン -1001 から02。 イムジンカワミレン、あの日別れた、あなたを思い1969年2月には、ミューテーションファクトリーによって、北山治ディレクターのもと、アングラレコードクラブの第一回会員配布レコードとして、制作、配布された。アマチュア時代のザ・フォーク・クルセダーズのメンバー、平沼義夫、足田正樹とフォークル版、イムジン側の作詞者、松山武志の3人によって結成されたグループで、 フォークル版、イムジン川の発売中止を受け、松山の訳師による、イムジン川を残そうと急遽結成されたグループである。1971年7月に市販用シングルが発売された。B 面は同曲を忠実に、日本語に訳したもの。ジャケットデザインが、配布版と市販版で異なっている。1974年には、LP、関西フォークの歴史。 1> 第1週に収録された。ミューテーションファクトリーのイムジンガワは、オムニバスシ d ー、URC シングルズ、関西フォークの歴史、第1週で聴くことができる。1968年版、イムジンガワリムジンガン、韓国語によるイムジン河は、1999年に、辰木千がアルバム、夜明けの歌、イムジン河で歌われた。2番の歌詞の一部を変更している。 松山武志の役詞による、イムジン川は、1997年に、高石智也のアルバム、高石智也フォークアルバム第3週、1998年には、リッキーのアルバム、ミスユーアマミ、2000年には、キンヨシカズが、シングルで、2001年にハバンバ、ヒロフミのアルバム、ハローアゲーム、杉田二郎のアルバム、BA、BA、ルーデ二郎、2003年には、 荒垣勤のシングル、青い空は、のカップリングとして、それぞれカバーされている。松山武史の訳詞でない日本語詞としては、1978年、寒暖系が高高の訳詞により、哀愁のリムジン側として発売し、1997年、新井英一のアルバム、オールドファッションラブソングに、自身の訳詞による、リムジンが、2000年には、キムヨンジャのアルバム、 虹の架け橋に、吉岡治の役詞による、イムジンコーが、2002年、キムヨンジャのシングル、夢千里のカップリングに同じく、吉岡治の役詞による、イムジン河が収録されている。キムヨンジャ版では、日本語と原始の朝鮮語の歌詞を交えて歌っている。同じく2002年、イルカのアルバム、心根に、リキン玉の役詞による、リムジンコーが収録された。超広のアルバム、 あそこここでは、朝鮮語、日本語、英語を交えた歌詞の、イムジンガワが歌われている。ジョンチャヌの2000年発売のシングル、イムジンガワ響け、我が思いには、インストゥルメンタルの、イムジンガワが収録されている。2010年には、青木マリコが、イムジンワ2009と題して歌っている。こちらは2番までは、フォークルのシングル版、3番を、イムジン河春の3番、そして4番には、 北山治が新しく作詞したものが追加されている。このバージョンは、翌2011年には北山が、福岡のバンド D50 社同図と共同でセルフカバーし、アルバム、あの素晴らしい愛をもう一度に収録している。2013年発売のザ・フォーク・クルセダーズのアルバム、若い加藤和彦のようににフランス語の歌詞を含む、イムジン川が収録された。 フランス語の部分の訳詞と歌唱はパトリック・ヌジェによる。2014年には力中の自主制作でイムジン側の様々な録音を収録したコンピレーションアルバムリンツエ物語が発売された。その他多数の歌手によるカバー版が発売されている。テレビ放送では1990年代前半に NHKBS-2 で放送されたォークソングの特集番組で 橋田範彦とアルフィーの坂崎孝之助がセッション。1996年に、同じく NHKBS-2 で放送された、フォーク大集合にて、加藤和彦、坂崎孝之助、泉谷しべるの3人でセッション。2000年6月に、TBS、筑紫哲也ニュース23にて、たつきが、ライブで歌い、2001年には、吉岡治の役詞を、 キムヨンジャが歌ったものが3月31日、BS 日本の歌のワンマンショーで12月31日に第52回 NHK 紅白歌合戦でそれぞれ放送電波に乗った。キムの NHK 紅白歌合戦での歌唱時の瞬間、視聴率は51.3%に達した。2000年6月に千葉幕張の舞台でキムヨンジャがイムジンコを歌った。 4日後に韓国の KBS で放送されると、なんで北朝鮮の歌を歌うのかという抗議の電話が曲に殺到した。2002年11月17日には、ザ・フォーク・クルセダーズのコンサート、新結成記念解散音楽会が NHKBS-2 で放送され、そこに含まれる形で、松山岳の死によるイムジン川が放送された。ここでは、 松山岳の1968年当時の歌詞と北山治による新たな歌詞をつけたイムジン川旬の二つが披露された。2005年5月29日の愛地球博の青春のグラフィティコンサート2005では松山岳の1から3番の歌詞に加えイムジン川旬の詞を4番に加えたイムジン河をババヒロフミが披露した。また2010年3月11日の 北山治九州大学さよならコンサートでは、北山と坂崎のデュオで、フォークル時代の1番、2番に、春の3番の歌詞を加えたバージョンを歌っている。2006年9月10日、埼玉県狭山市の狭山ま東日山公園内にて、開催された、ハイドパークミュージックフェスティバル2006にて、ポーククルセダーズ名義にて、一夜限りの5度目となる再結成コンサートが、行われた際、 僕が人志が翻訳に協力し、金きあ愛が松山武司版の歌詞の二番部分の朝鮮語の訳詞を行ったものが歌唱された。この朝鮮語詞は松山武志による日本語詞をもとに制作されたものである。1969年9月、笹島武志、大枠吉木、吉田孝治、川出国康の4人によって結成されたフォークグループ、 クリーンフィールズによるイムジン側のほとりでが日本コロンビアのデノンレーベルから発売された。企画品版は CD-38。1969年10月8日に日本民間放送連盟による要注意歌謡局の調査対象となったが、イムジン側で問題になったような政治的背景は考えられないという理由で指定されなかった。しかし、 同年10月22日の報告によると、レコリンの審査漏れがあったとし、11月の委員会に合格するまでレコード会社は製造、販売を中止することに決めたという。イムジン側のほとりで、明日の夜明け原曲の歌詞について、北山治は北朝鮮によるプロパガンダに近い内容と表している。イムジン側のほとりでに関するカテゴリー、ありがとうございます。